嵐が来ますね、父上。ああ。敵将末春方は兵法に通じ、誇り高い人物と聞いております。実に策にかけやすい相手だね。厳島は瀬戸内海の要所、毛利が手を出せば敵は大軍を率いて一気に勝負をかけてくる。この嵐、海を越えて援軍は来ない。油断した敵を奇襲するのですね。その通り。狭い島に大軍では敵は身動きすら取れない。兵力差を覆すにはこれしかない。ですがただ一つ。なんだい、高影。もし敵が厳島を脱出し再起した場合、我らの兵力ではもう対抗できません。そうだね。でももう手は打ってあるんだろ。海賊衆を味方につけました。厳島からはアリ一匹逃がしません。上出来だ。では行こう。はい。秋の少領主であった毛利元就はその知恵を駆使して勢力を徐々に広げていた。そんな中、中国地方に君臨する大大名大内義隆が重臣末春方の強靭に倒れる。中国地方の覇権をめぐり、元就は大内家の実権を握った春方と対立。知略に優れる三男高影と共に罠を張り巡らせた後、仕上げの一手を打つべく末軍を厳島へと誘い込んだ。世に言う厳島合戦、希代の豪将毛利元就の真骨頂がここに。中国の将厳島合戦。歴史をお供させてください、父上。高本が詰めている宮尾城は敵軍に詰められていて空前の苦しみだ。密かに宮尾城に入って救援したのに、高本と連携して敵軍陣を吸収する。まずはその下準備だ。迅速に厳島神社を確保してくれるか。その奇襲の鍵は宮尾城だ。敵本陣を攻撃する際の起点になるからね。つまり宮尾城を守る高本が崩れた作戦は失敗さ。悠長にはしてられないよ。ここまではうまくいきました。これはどうかな。敵がいますが、まだこちらの動きを悟られたくないです。はい、どうも。やれやれ。敵将撃ち取ったよ。はい、どうも。敵将
討ち取ったよ。三種の教え、敵の奇襲か。帰って策を妨げた。彼はステークとしよう。見ろ、さらに精進せよ。僕の手だ。島内の敵軍にまだ動きはないようです。敵の視界を遮ってくれる上にこちらの気配をしてくれる嵐様様だよ。下準備はこれでいい。次は宮尾城だ。城の裏門からこっそり入ろう。開門。なんや、敵さん増えてはる。宮尾城の戦況に注意しておきましょう。兄上といれば大丈夫だと思いますが。高本が危うくなったら支えてやってくれ。それが弟であるお前や元春の役目だからね。お前と高本、元春は毛利家の三本の矢だ。心を一つに束ねれば怖いものでした。毛利はなぜここに。矢を筆に持ち帰る日も近くなったな。と見事な毛利の軍勢が宮尾城に入っただと。嵐の中海を渡ってきたというのか。急ぎ厳島神社の兵を回せ。それが厳島神社の我が軍はすでに壊滅した模様。毛利が現れたとて所詮は小勢。光栄の兵を総動員して押し潰せ。ひるむな。一息に宮尾城を落としてしまえ。はい、どうも。お待ちを。厳島で大軍を動かすは不利。急ぎ引き再起なさるのが上策でしょう。黙れ。お前は元就と親友だった。元就に情けをかけようとてそうはいかぬ。
まではうまくいきましたね。さあ、いよいよ目標だ。目指すは末はるかだ。それに、広中高兼。俺自ら引導を渡してくれん。ここで一歩でいい。それこそ元就の思いつぼ。私が切り取っていただきます。船にてお逃げろ。もう怖かった。もうストーリーしよう。カタナ、お前を痛めた。こちらとしては実に都合がいい。開門。さあ、父親を待とうか。ここで行ってね。よし、我らも高兼殿に続くぞ。高利高元を討ち、病状を落としてくれん。おかげで、良い勝負を奪った。さらばだ、お隣。そうだね、やろう。やろう。高兼、お見事な最後でした。父高兼の意志を継ぎ、ここは私が死守する。船着きだ。高兼、俺は必ず生き延びてやるぞ。どんなに必死に走ろうとも、この島から出ることはできません。来ました。末春方はもう逃げられません。俺、死ぬというな。まだ負けと決まったわけではない。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。中国地方の覇権は毛利家が継がせてもらうよ。この勝利が当家を躍進させるはずです。友を失った父上の心中を思うと喜べませんか。
末春方の軍師広中高金は古い友人でね。やつなら私の策なんかお見通しだったろう。末を説得して厳島での決戦を避け、友である私を追い詰めることだってできただろう。逆に末を見捨てて生きることもできた。でもどちらもやらず忠義の家臣として死んだ。歴史上才ある者は孤独だよ。互いに理解できる才の持ち主が同時代にはいないからね。そしてもしいたとしても倒し倒される関係になってしまう。逆もあるのではないでしょうか。倒し倒される関係であっても、その際ゆえにお互いを理解し友となれることもあるかもしれない。際あるがゆえに気づき、理解しているがゆえに信じられるか君にはそんな存在が現れるといいね。